NHK はゴルフファン舐めてるよね。はい、ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。国内ツアーの第29戦になります。日本女子オープンの初日の組み合わせと AI の優勝予想、行ってみたいと思います。あと、あの NHK の放送、ね、まあ時刻とか時間帯、まあちょっと予定ですけども、 これちょっと舐めてるよなぁ。UNEXT とかワウワウ見てる私としてはですね。5時間、6時間とかやってくれる放送を見てるわけですよ。で、時間が過ぎたとしてもアーカイブ残してくれてるから、まあ、後から見てね。もう時間が過ぎてから、もう試合が終わってからもう見れるし、見逃し配信みたいな感じでね。後からもう見れるし。 で、まあ、前、前に戻ったり、先送りしたりとかも自由にできるというのはあるんですけども。まあ、ワウワウなんかはさ、日本の選手がたくさんアメリカツアーに出るときに、もう、5時間、6時間の放送をもう2回に分けてね、日本選手全部放送するためにね、まあ、全部放送しきれないけど、そういったのもやってくれたりした、してたじゃないですか。 大きな大会やね、メジャー大会とかは。いや、これ日本一決めるメジャー大会でこの時間かよっていうのがね、まあちょっと後で紹介しますけど、ちょっと舐めてるなぁというのは思わざるを得ないですよね。NHK 金取ってるんじゃん。金取ってるのにさ、ーネクストみたいに毎月金取ってるでしょ。 そのためにっていうわけじゃないですけどね。このね、女子ゴルフを見るために金払ってるわけじゃないんだけれどもね。ちょっとね、舐めてるなぁと思わざるを得ないですよね。わかるけどね。このね、NHK で女子ゴルフやって視聴率取れるかって言ったら、まあ、そんなには取れないでしょうけどね。はい。で、あのー、ステップのスカイレディースの動画でも先ほど出した中でも言いましたけどもね。 あの、まさだゆちゃんが出場してるのは、まあこの日本女子オープン出場権がないからということなんですけども、前にね、出場権がね、あの、ない選手、まあ例えばシード権があるのになんで予選会に出るんだっていうことを言われて、その動画を前に出したんですよ。その動画でも言いましたけれどもね、もう一回出場資格をこう、整理していきたいと思います。あの、詳しくは、 あの前の動画見ていただければわかるんですけども、まあ、ざっとですね。もう一回出場資格をあの言ってみたいと思います。この表通りですね。まず最初は、今年の日本女子アマです。鳥居桜選手が優勝しました。で、その次が去年のミッドアマですね。伊藤彩選手が勝ちました。で、去年のこの日本女子オープンのローアマチュア。 これが中村心選手が勝ちま、勝ちましたじゃない。あの、ローアーマー取りました。まあ、この選手は自動的に出れます。まあ、その次が、7月29日の時点でのロレックスランキング上位20名ですね。これはエッティと山下美優ちゃんが、まあ、該当します。で、その次が、日本女子オープン、過去10年間の優勝者。この中で、まあ、原エリカちゃんだけが、あの、今回出場しますね。 まあ、あのー、畑岡奈紗ちゃんとかさ、勝みなみちゃんね、まあアメリカツアーの方に行ってるし、あと、ユーソヨンとかね、まあ引退してる選手とかもいますしね、あの、テレサ・ルー選手とか、まあ最近試合に出てない選手とか、まあそういった選手もいますから、該当するのは原エリ香ちゃんぐらいですよね。で、その次が去年の日本女子オープン、上位15位に入った選手、ちょっと枠が少ないのでね、後で、あのー、 組み合わせの紹介をするときに全部あの記入してありますのでそちらをご覧ください。それして、まあ去年の,あのツアーが全部終わってからのメルセデスランキング上位30人。だから50位までがシード権の,あの獲得なんですけども。だから31位から50位までの選手出場権ないんですよ。だから予選会に出ているというふうにこの前の動画で言いましたけどね。で、もう一つが その下、今年の8月12日時点でのメルセデスランク上位30人です、はい。去年は入らなかったけど、今年頑張って上位に入ってる選手も出場できるっていうことですね。で、過去5年間の女子プロゴルフ選手権、あの日本女子オープンではなくて、日本女子プロゴルフ選手権の優勝者。 選手権の方は、あの、今年からソニーがスポンサーになったのでね、ソニー日本女子プロゴルフ選手権になりましたけど、今年ね、暑い中沖縄でやったでしょう。武田梨央ちゃんが勝ちましたけどね、藤田聡美選手がね、すっごい疲れましたって <laughs>。死にそうな顔してね、インタビュー答えてましたけどね。あんな、あの,あの時期にさ、 なんで沖縄なんだよとかってちょっと思ったけどね。まあ発表になった時、え、この時期、沖縄まだ暑いでしょとかちょっと思ったけどね。まあまあしょうがない。<laughs> 決まっちゃったからしょうがないんだけどさ。で、その次が、あのー、前年度、まああの、去年の日本女子オープンが終わってから、今回の日本女子オープンの前の週、この宮城テレビ杯ね、勝った、あの選手まで、 の優勝者ですね。だから1年間の優勝者は出場できます。それから、まあ去年の、あ、今年か。今年の,あの予選会、2会場で行われた予選会で通過した選手ということなんですよね。で、JGA の特別承認者っていうのがあるんですけども、それを全部合わせて120人に満たないときには、 予選会で上位に入った選手を出しましょうということなんですよ。で、あの、予選会、まあ、120人に満たなかったのでね、予選会ね、カットされてしまった選手、A 地区ではこちらの選手が、あの、該当します。黄色い、えー、色で塗っておきましたけどね。はい。アモ・サ選手から始まって、高田カ林選手まで。 若林麻由子選手はね、あの、スカイレディス出てますから。で、井上渚選手はちょっとわかんないです。ちょっと調べたけどね、ちょっとわかんなかったですで。こういった選手が、あの、出場することになりました。黄色い枠の選手ですね。で、B 地区の方はこちらですね。はい。 宮古麗華ちゃんが入ったんですよ。だからね、ちょっとね、嬉しかったんですけどね。こういうの、あの、黄色の枠の選手たちが出場することになりました。藤田カレン選手も出ますね。ギリギリ残りました。で、まあ、あの、組み合わせの発表に行きたいと思いますけどもね。あの、名前、所属、それから出場資格を記入しておきました。 まあ、以前はね、メルセデスランクなんかを書いときましたけどね、今回アマチュアの選手とかがいっぱい出るのでね、これどうなんだろうなーって思うわけですよ。あの、出場、ね、予選会やって、まあ、それは予選会で上位行ったから、アマチュアの選手でもね、出しましょうっていうのは、それはわかりますよ。実力主義ですからね。わかるんだけども、じゃあこれ、 あの、たくさん出てますけどね。結構ね、もう今年のプロテストすでに落ちてる選手もいるんですよね。それってどうなのっていうのはちょっと私の気持ちの中にあります。日本一を決めるこのメジャー大会に行く、そういう選手、うん、どうなんだろうというのはあります。チャンスを与えるのはもちろんいいんですけどね。いいんですけども、やっぱりこう、 プロテストでちょっとあのもうカットになってしまったうような選手でもあのチャンスがあるっていうのはうんどうなんだろうとねその一発のあの予選会で上位に入ったからって出れるっていうのはどうなんだろうとちょっと思ってしまったわけなんですけどねまあこちらのねあのここの 一番から、いや第一組から第十組、一番ホールからのスタートですね。この選手たち、まあ、あの、A 地区、B 地区でまあ予選会通った選手たちが多いんですけど、まあ、だからアマチュアの選手が結構入ってますよね。まあ、実力でもぎ取ったんだからいいじゃないかと思うんですけども、それ、それも、あの、確かに思うんですけどもね。思うんですけども、うんと、ちょっと疑問かな。 っていう、もうちょっと何か、あのー、出場資格っていうのを少し変更していく必要があるんじゃないかなっていう気持ちでもいます。ちょっと複雑な気持ちですね。なんか、なんかね。だから、私の友達でも、スカイの方が面白いんじゃないかと。日本女子オープンこんだけアマチュアいっぱい出たらさ、知ってる選手いなくてさ、本当に上位の選手ばっかり、あの、気にしちゃって、 結構人数出るのにな、なんか知らない選手ばっかなんだよねっていう人がいるんで、確かにそれもあるなと思いますよ。確かにね。だからそれだったら、なんていうのかな。あの、ステップで頑張ってる選手とかも、あの、まあ、予選会で頑張ればいいだろうと思うんで、一発でしょプロテストみたいに一発なんで。いや、それ、 もうちょっとこう枠を、あの、ずっと年間通して頑張ってる選手、ポイントを稼いでる選手にチャンスを与える方が、平等なんじゃないかなと、あの、ちょっと思ったりもしますね。だってメジャー大会だもん。ねまあ、それで優勝するような選手が出てくればもう、あの、ね、畑岡奈紗ちゃんみたいにね、いきなり高校生で優勝しちゃう選手なんかも出てくるだろうし、まあ、そういうのもあるんだけれどもね。 まあそれも、まあ、結果的にどうなるかはわかりませんけれどもね。まあ、正直ちょっと複雑かなと。あの、いいんじゃないかっていう自分もいたり、うん、ちょっとなっていう。<laughs> まあ複雑ですね。ちょっとね。ダメっては言い切れないんだよな、とかって。ちょっと、ちょっとこう複雑な、あの、わかりますなんとなく言ってることが。ね。ちょっとね、あの、こう、もやもやした感じなんですよね。 はい。まあ、友達の言ってることもわかるしね。こういう、ええー、と、ここではあ、まあ、プロの選手たちは、まあ、アットマークついてない選手たちですね。まあ、佐戸山りりちゃん落ちたけどね、ここに出てくるっていうのはね、佐戸山りりちゃんは、いいかなとかって、ね、あの、宮古麗華ちゃんは、まあ、大いに結構ですとかね、<laughs> 人によって変わったりね。 <laughs> はい。あの、おいでみずけちゃんも、あの、いいでしょうと。鶴岡カレンちゃん大丈夫かいと。体調大丈夫かいと。ねこの間棄権したしね、まあ。そういったことも考えながら。はい。まあ、高田かりん選手とかね。あの、安福選の選手とかね。はい。まあ、上の方に行って平畑選手とか、関口選手とか。ねえ。結構ね。 もうプロテスト落ちちゃってる選手もいっぱいいるわけですよね。どうなんだろうっていうね。はい。まあそれは、まあ試合やってみればわかります。とんでもなくスコア悪い選手が出たら、まあもうちょっと考える、考える余地はあるかなとか思ったりもしますしね。で、その次見てみましょう。こちらは11組から20組は10番ホールからのスタートの。 組ですね朝からスタートしますけれども、10, あの10番ホールからのスタートですね。で、アマチュアはアマチュアでも、こちらはまあミッドアマ優勝の選手とか、まあそれからまあ寺岡さやかちゃんなんかは、まあ去年プロテスト落ちたんだけれども、やっぱりあのー、日本女子アマ勝ってる選手っていうのもあったりとかしてね、まあ予選会通りましたけどもね、そういった選手も入っておりますね。 で、プロの選手たち。それから、あの、長峰咲ちゃんみたいにプロゴルフ選手権優勝。過去5年間でね、優勝している選手とか。まあ、それ以外にも、あの、去年15位以内に入った選手とか、2023年のメルセデスランクトップ30位以内に入ってる選手とか。今年頑張って、去年はダメだったけど、今年頑張って、 今年のあのメルセデスランクトップ30位内に入っている選手とかね。そういった選手たちがこう入っている。ここの辺に入ってますよね。はい。まあ、サクちゃんがね、ここの辺入っていますけど、川崎春香ちゃん、上田桃子ちゃんと、まあ過去にね、あの、辻村コーチのところにいたんで、あの、上田桃子ちゃんとはまあ同じ文化生みたいな感じですけど、今は違うけどね。 どうなんでしょうかね。それから、まあ、去年15位以内に入ったこっちゃんとか、まあ、ベスト30位以内に、トップ30位以内に入って、メルセデスランク入ってない選手でも、こういう去年15位以内入ったからって出れる。でも、こっちゃんよりもメルセデスランク上の人が出れないっていう感じの、うん、どうなんだろうっていう、まあ、このモヤモヤがずっと止まらないわけですよね。はい。 それからそろそろ買ってほしい。まあ、北海道出身なもんでね。まあ、作ちゃんをいつも応援してしまうわけなんですけども。ここらで作間修リちゃんが来ると、今まで、あのー、ずっと優勝できなかった悔しさが、まあ、爆発して大きな涙を流しながらね、喜んでる姿が、あのー、見れるんじゃないかなっていうのは、あのー、感じていたりとかしますしね。そろそろエリカ姫が来てくれるんじゃないか。 それから、まあ、一番、あの、押しているクちゃんが、メジャー初優勝っていうのがあったりとかね。そういうのが感じられますけどね。はい。まあ、あの、ダイヤモンド世代でね、やっぱり、あの、川崎春花ちゃんがプロゴルフ選手権勝ちましたけども、この日本女子オープンっていうのはね、ダイヤモンド世代よりも、あの、黄金世代がもうずっと勝ってるわけじゃないですか。畑岡奈紗ちゃん。 とか、原エリカちゃん。まあ去年原エリカちゃん勝ちましたけど、勝みなみちゃんが連覇したりとかね。まあそういったことで、あの、黄金世代が頑張っている、あの、大会なんですよ。ここ数年はね。なので、まあ、小関亜美ちゃんがそこに阻むか、川崎春香ちゃんとかね、ダイヤモンド世代が。で、ココナッツはちょっと最近調子が悪いんで、ここら辺でどうかっていうこともあるんだけども、うん、急に良くなるかな、どうかな、 っていうのはありますよね。それからアメリカ行くって言ってる神谷らちゃんも、こういうメジャー大会で、あの、ボンと、今までそんなでもなかったのにっていう選手が来たりっていうのは結構あったりしますからね。これわかんないんだよね。最近調子悪いからこの選手ダメだなと思ったら、ボンと来るんだよね。<laughs> いきなりね。それがあるんで、ちょっと、あの、こうやってみないとわからないっていうのはありますよね。 まあ、それから、まあ、メルセデスランクももう全然こうシード権にはもう届かないだろうっていう位置にいる長井かなちゃんとかがいきなり上位に来たりとかね。そういったのがあったり、いきなりシード権内に入ってきちゃったりね、こういうメジャー大会でね、上位に来ると。いきなり、あの、3日間の大会の倍のポイントがもらえますから。なので、やっぱり全然こう違いますよね、上位に来るとね。 ま、ここらで一発と思ってる選手たちもいるでしょう。それから次ですよね。次は午後組ですね。11時過ぎからですね。1番ホールからのスタートの選手が21組から30組です。はい。まあ、横峯桜選手も予選会出たんですよね。予選会 A 地区で残りました。で、このアットマークがついてる肥後リオン選手。この選手はわかりません。 この選手はね、あの、まあ、日本人ですよ。もちろん日本人なんですけども、この選手ってね、あの、アメリカ、あの、オーストラリアで生まれた方なんですよ。ご両親日本人ですけどね。ご両親日本人ですけども、あの、仕事の関係でオーストラリアに行って生まれたのがこのリオンちゃんらしいんですよ。 まあ、アメリカに留学したりとかしてね。まあ、今は、あの、アメリカのペパーダイン大学っていうところに進学して在学中らしいんですけどね。まあ、この選手が、あの、出場資格の中に入ってないので、まあ、JGA の特別承認者なのかな、という感じですね。それから、あの、宮里美香選手もそうですね。予選会とかも出てないし。まあ、宮里美香選手は、 そりゃあね、この日本女子オープンも過去に2回勝ってる選手ですから。で、この間ね、あの、この間っていうか今日か、あの、インスタグラムでね、あの、チャンピオンズディナーに出ましたと。まあ、過去の優勝者、日本女子オープンの過去の優勝者のディナーがあったそうなんですよ。だから過去の優勝者に、久しぶりにフォンシャンシャンに会ったって言って、フォンシャンシャンと写真撮ってたんですけどね。 まあ、痩せたね。本当にね。改めて思うね。フォンシャンシャン、もう激痩せしてるからね。<laughs> はい。結婚もしてね。いやー、こんなに痩せるもんかと。もう、整形級、整形してんのかなあれね。<laughs> 整形級だよね。あの痩せ方はね。もうまあ、現役のプレイヤーの頃はあんなに太ってたのにね。どうなっちゃってんのっていう感じですよね、はい。まあ、痩せるように、あの、頑張ったのか。 お金をかけて痩せたのかは知りません <laughs>。わかんないけどね。はい。まあ、なので、まあ、宮里美香選手は、まあ、特別承認でもまあ、わかります。あの、そういった、あの、過去の優勝者でも10年って決まってるし、10年の中に入ってないしね。だから、まあ、そういったことなのかなと思いますけどね。はい。それから、 えー、エッティ、武田りちゃん、そして山下美ゆちゃんがこの同じ組に入りました。ここが一番の注目組になるんじゃないですか、やっぱりね。二人が、ね、まあ、オリンピックに出るか出ないかを争ったこの二人が同じ組に入って、しかも今日本では敵なしみたいな感じにもう独走してる武田りちゃんが入りましたからね。ちょっと とサクちゃん追いつけないかな今、あの、山下美宇ちゃんか、武田里夫ちゃんかっていう感じになってきたかなまあ、サクちゃんがね、ここらで優勝したり、あと最後のリコカップもありますからね。そういったところであの優勝すればまだポイント差はわかんない。あの、賞金ランクはもうちょっと2000万ぐらい差をつけられてるからね、武田里夫ちゃんで決まりかなっていう感じもあるけどね。 まあ、決まってないですけどね。まだわかんないですけどね。まあ、優勝を何回かすれば、追いつくかもしれないと。なので、可能性はありますよね。サクちゃんにも。まあ、山下美宇ちゃんにも、も当然あります。はい。エッティはね、まあ、向こうで、あの、最終戦頑張ってね、たくさんお金もらったらいいんじゃないですかね。<laughs> はい。お休みしながらね。やっぱ、向こうも疲れるんじゃないですかね。 なんか、あの、トレーナーさんと一緒に回ってるわけじゃないからね。体も疲れるでしょうに。はい。まあ、ここらでもう余裕でね、あの、お休み取りながら、ゆっくりこの試合に出たりするっていう感じのところがね、今、一番充実してる感じじゃないかなと思いますよね。少し日本のあのコースにも、また、あの、慣れてきたんじゃないですか。戻、あの、感覚が戻ってきたんじゃないですかね。 アメリカずっていたからアメリカのコースの感覚になっちゃってるっていうね。日本に戻ってきた時のこのしぼこちゃんも嘆いてたでしょ。ちょっと感覚的にあの、アメリカのコースのあのイメージがまあ、ぬぐいされないで、ここでボン、ボンと止まるっていうふうに頭では思っててもそういうイメージが湧かないとね。なのでそういうふうに嘆いてたと。こんなに止まるのかとかね。そういうのありましたよね。 なので、もうちょっとかかって、あの、まあ、しばらく日本にね、いてね、練習してたでしょうから、そろそろ、あの、日本のツアーでも、まあ、優勝したりとかしちゃうんじゃないもしかしたらね。<laughs> 優勝したりしたら、あれだね、また、あの、ランクが上がっちゃうね。本当まあ、日本のツアーには数試合しか出てないんだけど、まあ、メジャー大会でね、 優勝したりとかしたからね、それのポイントが入って、あの、メルセデスランクも上位に来てるっていうのはね、ほんとすごいですよね。はい。そして、先週優勝した安田優香ちゃんがどこまで踏ん張れるかだよね。ここに来てね。まあ、雨ではなく、本当に、あの、4日間通して、あの、上位に来れるかと、優勝争いに来れるかというところですかね。それを経験してからの本当の、 あのー、優勝っていう風にね。まあ、コメントでなんか入ってましたけどね。本人もそういった感じになるんじゃないかなと。まだまだ、ちょっとこう、ふわふわした感じでね。優勝の後ってふわふわしちゃって、なんかこう、思い通りのプレーができなかったりする選手もいるけどね。安田優香ちゃんもそういう風にならないようにね、いいプレーを見せてほしいなと思いますね。この中村心ちゃんもね、去年ローアーも取りましたけど、 どんな感じの子なのかな今年もやるのかなっていう感じですかね。ローアーマーでもさ、ただのローアーマーじゃない。15位以内に入ってのローアーマーだからね。去年。もう去年15位以内に入ってんですよね。そのローアーマーだから大したもんだよね。はい。そして、アベミはね、優勝者として出ておりますね。メルセデスランクトップ30とかじゃなくね。はい。 それから、金沢しなちゃんもね、今年頑張ってトップ30になり入ってますからね。ペソンちゃんがそろそろ来そうな気がする。もしかしたら。どうかなと。あとは、シンジエ選手ですね。シンジエ選手が、この日本女子オープンだけ取ってないんですよ。メジャー大会4つのうち。日本女子オープン以外の3つの大会、メジャー大会、1年で取ったりした。 ねえ、年がありましたけどね。もうメジャー大会参照した年がありましたけど、この日本女子オープンだけ勝てないんですよ。だから、この視聴者の中で一番勝ちたいと思ってるのが強いのが新人選手じゃないかなと私は思っておりますね。はい。この大会だけ勝てないと <laughs> ね。ねもう、毎年黄金世代にやられてしまうとね。ねまあ、そういうのがあるでしょう。ね この大会だけ勝てないんだよな、っていうね。まあ、グランドスラム、目前ですからね。新勢選手、かなり気合い入ってると思いますけどね。どうなんでしょうかね。はい。今年、日本女子山取った鳥井桜選手。桜が多いんだよね、今年ね。この平なららの桜が多いんですよ。木藤桜、小岩井桜、横峯桜、いつもこの3人なんですけどね。 この鳥居桜も入ってきて、もう一人桜がいるんですよ。次のページにありますけどね。まあ、この日本女子はもう勝ったこの鳥居桜選手と、去年のディフェンディングチャンピオンが一緒になりましたね。そうしていわゆる井明恵ちゃんも調子いいから、どこまで来るかなという感じですかね。はい。それから、レイチェルはね、今年優勝したので出ておりますけどね。 菅沼奈々ちゃんここらで爆発するかなどうなんでしょうかね。調子悪いけどずっと。まあ、ここ、ここらで行かないとね、ちょっと、あれですよ。もう今年、あの、シード落ちますからね、ちょっと頑張っていただかないとね。ファンの方は、ね。もう、アイドルアイドルとかってね、言ってるから、ちょっとね、 あんまりこう、菅沼ななちゃん好きじゃない人たちからすごい批判を受けてますけどね。本人はそれを見て傷ついてますからね。あの、払拭してほしいですね。成績でね。成績でねじ伏せてほしいですね。本当にね。はい。まあ、批判コメントも成績でねじ伏せるしかないな、と。ねあとは気にしないかでね。全然もうコメント見ないか。<laughs> はい。それから、むぐるまひなのちゃんも。 ねえ、ここいらで頑張ってほしいですね。もう、これ勝ってねプロテストパスしてほしいですね。<laughs> はい。それから次行きましょう。はい。ここで、まあ見て、39組。アモ桜選手がいるんですよ。桜が5人になったね。桜クラ、ひらがな・サが5人になるんですよね。どうかなと。<laughs> まあまあ、わかんないですけどね。 はい。こちらも予選会で上位に来た選手たちです。まあ、予選会上位に来たから、あの、メルセデスランクとかね、優勝者とかね、去年、あの、トップに15位以内に入ったとかね、そういったことではないんだけども、予選会上位に来たから実力がないわけではないしね。だから、あの、あんまりこう名前聞かない選手たちが多いんだけれどもね、 だけど、ここらでね、上位に来れば名前を売るチャンスでもありますよね。あ、こないだ、こないだじゃないか、今日か。あの、サイ・ペインちゃんとね、あの、ウーちゃん園が、ウーちゃんがね、なんか写真撮って、あの、インスタに上げてましたね。はい。まあ、ウーちゃんもね、こう、なんていうかな、もうみんなからウーちゃん、ウーちゃんって言われて、あの、可愛がられてますけどね。 やっぱりサイペンイちゃん、まあ、あの、年齢はかなり、あの、ウーちゃんよりはね、上ですけどもね。サイペンイちゃんは本当にカメラが向くと、いい笑顔になってくれて、手を振ってくれるのでね。サイペンイちゃんをぜひお、あの、映してあげてほしいな。あ、NHK だからダメか。<laughs> NHK ってそんなこう気が利かないよね、多分ね。ダメだよね、NHK ね。<laughs> 批判ばっかりしてるけどね。 もう、NHK、なんだろうね。もう本当に。NHK が牛耳ってるからね。日本女子オープンはね。しょうがないんだけどさ。なんか、あの、スカイの方が面白いなっていうふうに、まあ、のちゃんと、サホちゃんが出るからっていうのもあるけどもね。まあ、こちらもね、盛り上げてほしいなとは思うけれどもね。どうなるかなと。はい。それから、 先ほど言いました、あの、放送予定ですね。はい。木曜日から始まりますけどね。木金土日4日間ですから。それ木曜日はね、あの、NHK の BS からスタートなんですよ。しかも1時から15時10分ですよ。2時間10分しかやらないんだよ。BS 入ってない人、あの、BS 映るよ。映るけどさ、 あれ文字が出るよね。変な文字がね。邪魔だよね。あれね。あの、やっぱり金払ってないとダメでしょあれ消えないでしょで、あの、15時から17時ですよ。あの、2時間弱ですよ。これはあの、NHK 総合だから、まあ普通にね、テレビつい、テレビがあるうちは見れるけどもね。NHK の、払ってますか <laughs> 私んち、もうテレビないから、払ってないけどね <laughs>。 テレビ自体がないんだもんだって。壊れてから買ってないんだもん。で、まあ他のところに移ってね。まあそのままテレビないまま。見ないもんね。で見たかったらさ、TVer で見れるもん。もテレビいらないもんね。だからテレビ買ってないんですよね。だからどうしようかなと思って。テレビ買うまでもないしね。この日本女子オープンを見るためだけにって。この時間しかやってないんだよ。この時間やって。 しかやってないのにテレビ買うかっていう話ですよね。買わないよ。買うわけねえだろう。ネットカフェ行くよ。<laughs> と。ネットカフェ行ってみるから。見たかったら。もういいよ。なんなんだこれ。まあ、BS 入ってない人は2時間しか見ない。2時間弱しか見れないんだよ。もう、なんていうのあのー、 ダイジェスト版ぐらいだよね。<laughs> それぐらいしか見れないじゃんね。何なんだよと。スカイを見習えと。思いたいよね。それから金曜日もそうですね。BS で2時間。NHK 総合で2時間。ですよ。で、しかもクライマックスの予選ラウンド、あの、決勝ラウンド、土日。土曜日が。13時50分から16時ですよ。2時間10分です。 NHK 総合で2時間10分だけです。で、決勝ラウンド最終日。こちらも13時5分から16時と。こっちは3時間近くあるよ。3時間会って感じだよね。だっていつも UNEXT とか WOWOW でさ、それ以上の時間見てる私にとっても短すぎるんだよね。3時間で何を伝えるの 前半からさ、面白いシーンが絶対あるはずなのにさ、前半からの流れで、あの、どういう、あの、感じで、こう、流れで来ているのか、あの、優勝争いが来ているのかね。序盤からの戦いとか、その流れとかを見たいわけですよ、私の場合はね。その、1時過ぎからの3時間で何を伝えるんだと。 ダイジェストでつ伝えてあ、こんな感じだったよって、それじゃわかんないんだよね。わかんないですよ。わかんないでしょだってその人の表情とかさ、あの、このセカンドショットが素晴らしかった、このビタって言ったところだけ映したりとかさ、そんなんじゃわかんないんですよ。駆け引きとかさ。まあ、駆け引きとかは、まあ実際に本人たちがし,してるのかどうかわからないけど、やっぱりこう見てる、 立場からしたらさ、やっぱりここらで、やっぱりなんかこの人に流れが行きそうなところをここで食い止めて自分に流れを、あの、引き戻したっていうところとかをさ、本人、やってる本人たちは一生懸命やってるだけで、その流れとかそ,そんな感じで思ってないかもしれないんだけど、やっぱりさ、ここで流れ変わったよねとか見てたらわかるじゃない。それが見れないんだよ、午前中から見ないと。それが見れないんだよね。 だからもう、あのー、午前中からやってほしいんだけどね。やっぱりあれだよね。NHK じゃダメだよね。だからカメラアングルとかもね。どうせ UNEXT とか、スイッチよりダメなんじゃないかなとかってね、思っちゃったりするよね。ちょっとがっかり感が半端ないね。ほ、うんと。まあ、毎年のことだけどね。しょうがないですよね。はい。で、 AI の優勝予想行ってみましょうか。AI の優勝予想はこんな感じになったんですよ。1人上げてくださいと言って、こちらの12を上げました。はい。まあ、やっぱり、まあ、妥当なところと、あと、こう、ちょっと、あのー、なんていうの中和な、大穴みたいな感じでこう入れたのかな、みたいな感じですよね。 はい。山下美宇ちゃん、エッティ。そして、サクちゃんに、竹田りちゃん。こっちゃんに、原恵梨香ちゃんに、ペソンちゃんに、菊池恵梨香姫。そして、ちゃんももに、オ関キ美ちゃんですね。はい。まあ、メジャー大会ですからね。ちょっとサクちゃん、まあ勝ってほしいなと。ね、もう、勝ってるからね、他の選手たちは。もう、竹田りちゃんも、 ねえ、ソニー勝っちゃったしね。山下美宇ちゃんもとっくに勝ってるし。エッティは日本のメジャーは勝ってないけど、もうアメリカのメジャー勝っちゃったからもういいでしょ、と。<laughs> ねで、原エリカちゃんはもう、連覇はちょっとやりすぎじゃねと。<laughs> ねえまあ、でもメジャー強いんだよね。原エリカちゃんはね。で、まあ同じエリカ、ダブルエリカが、まあまた争うのかな、とかってね。 思ったりね。それから、尾関アミューちゃん。どうかな尾関キアミューちゃん、今、調子どうなんだろうな。わかんないですけどね。はい。まあ、ペソンちゃんももうメジャー勝ってるしね。利口勝ってるから。最終戦の利口勝ってるからね。まあ、メジャーは制覇してるんでね。ちょっと初メジャーを、あの、譲ってあげてほしいなと。 ペソンちゃんもそろそろ来そうな気もするんだけどね。はい。ペソンちゃんね、あのー、切り返しからのあの腰のあの動きがね、好きなんですよね。腰のキレというかね。はい。まあ、それはいいんですけどね。まあ、皆さんの優勝予想なんかは、あのー、コメント入れていただければ面白いかなと。あ、この人当たったなとかわかるでしょね。まあ、始まる前からね、あの予想しないとね。 あの、日が進んでから予想してもね、当たる確率がどんどん上がっていっちゃうからね。だから、始まる前に予想した人は、おおっていう感じで、みんなから思われるでしょう。おお、この人当たってるってね。はい。自慢してください。当たったらね。コメントを入れていただけたらと思います。このチャンネルでは、こうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン。 侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には、他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね、解説。そういったのもありますので、よかったら見ていってください。 まあ時間ないから後で見るよって方はねとりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでねチャンネル登録っていう下のボタンをねクリックしておいてくださいではまた「